こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、久々ですね、無印良品で良いアウターを見つけたので、まあ、実際に購入しまして、皆さんに全力で解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、ところで皆さんは無印良品好きですか 僕はですね、もう大好きで結構いろんなものを無印良品で買ってるんですね。まあ、様々な生活雑貨も買いますし、あとは食品ですね。このあたりはカレーから始まり、お菓子類だとか、まあいろんなものを購入しますし、さらにはスキンケア用品ですね。日焼け止めですとか、化粧水乳液だとか、このあたりもリーズナブルで品質も確かなので、ファンも多いのが無印良品かなと思うんですね。その無印良品はアパレルももちろん展開してるわけなんで、 なんですが、まあ、僕のチャンネルの中で正直無重視用品の服ってそんなにですね、頻度高くご紹介することが少ないかなと思うんですね。それには理由がありまして、まあ、お洋服のブランドですとかショップにはまあ傾向が大きくトレンド寄りなのかベーシック寄りなのかこのあたりがですね、分かれるわけなんですが無重視用品というのは圧倒的にベーシック寄りの使い勝手のいいようなお洋服が多いんですね。まあ、これはこれでとても素晴らしいことでさらには デザインも使いやすいベーシックな路線で、なおかつ価格帯もリーズナブルなので、もう最強かと思いきや同じジャンルにですね、強敵がいるわけですね。こちら。 ユニクロですよ。まさしくライフウェア、ベーシックで使いやすいようなお洋服をリーズナブルに提供するというところでは結構無印良品とユニクロがバッティングしてるんですね。そうなるとあらゆる商品に関して無印良品であるようなものは結構ユニクロにも同じようなものがあったりするんですね。で、この無印とユニクロ同じようなベーシック路線ではあるんですがユニクロの方が トレンド感とか時代の空気感を取り込むのがやっぱり上手なんですね。それは洋服の専門なので日々アップデートが高速回転されていくのでやっぱりユニクロは強いんですね。一方で無印良品はかなりベーシックでサイズ感に関しても割とですね今っぽい緩めのものってそんなに多くはない印象だったんですが最近ですね少しずつ無印良品の商品にも、まあ、トレンド感みたいなものが感じられるようになってきて僕もですね最近は注目して見てるんですね。そんな中で今回見つけて すごく良かったのがこちらのアイテムなんですね。 木の実から作ったカポックコンデニムシャツジャケットというアイテムで色はダークグレーですね。これ価格がですね、消費税込みで4990円ということでやっぱりアウターにしては圧倒的なコストパフォーマンスを誇る無重良品らしいですね、価格設定になってるかなと思います。これがなかなか良くて僕を見つけた瞬間から間違いなく良さそうだなと思ったんですね。ただ従来のイメージだと無重良品って結構サイズ感もベーシックだったりする のでどうかなと思ったんですが後ほど着てみますがこの肩のラインですねここがかなり落ち気味になっていて今っぽいシルエットになっているんですねこれは間違いないアイテムだなと思って買おうと思ったんですが僕のですね普段着ている M サイズが店頭にはなくてすでに売り切れてたわけなんですねまあ、今回取り寄せをしまして実際にこちら買っていましたので様々な着こなしをしながらですね皆さんに全力で解説をしたいなというふうに思っていますまたユニクにも ですね。一応同じような立ち位置のアイテムがあるのでまあ、どのような違いがあるのかというところも含めて今回はしっかりと皆さんにですね解説をしていきたいなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に着てみましたがどうでしょうか なかなか雰囲気いいかなと思うんですが、皆さんどうですかねなんかパッと見はですね、無印っぽくないんですね。なんかそう言うと無印の方に失礼に当たるかなと思うんですが、割とトレンド感があって、なんかむしろこう GU とかに置いてありそうな、そんな雰囲気のアイテムかなと思います。だけど素材感が良かったりだとか、あとはですね、デザイン的にこう、やりすぎ感がない自然さというところもあって、なかなか良い仕上がりかなと思います。ちなみにサイズなんですが、 僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですね。ですが、こちらは M サイズをですね、購入しました。まあ、最初からちょっと肩のライン見ていただくと落ちているんですよね。なので、ゆったりめのデザインなので、まあ、僕ぐらいの身長だったら S サイズでもいいかなと思うので、まあ、トレンド感を楽しみたい方は、僕と同じような体型だったら M でいいかなと思いますし、まあ、あえてワンサイズ上げたりしなくてもいいぐらいですね、今っぽい雰囲気がちゃんと出てるアイテムかなと思います。まあ、アイテムの特徴としては、 まずデザインから見ていきたいなと思うんですが結構トレンド感あふれるようなシャツアウター系のアイテムですね僕もこのジャンルは好きでいろんなものを購入してきましたがこちらはですねまあミリタリーだとかワークをイメージしたようなまずは胸ポケットが左右対称に2つついてますこのあたりもデザイン的なアクセントになっていてすごく好きなんですねまあ本体と同色なのでそんなに主張が強くないのもいいですしあとはですね腰ポケットここはですね外付けで ではなくてサイドからこう手が入れられるような感じになっていてここにですね外付けのポケットがあるようなアウターも少なくないんですがまあ、そういったものと比べると割とですねプレーンで使いやすいような無重視らしいデザインになっているかなと思いますただこのポケットがですねないとすごく僕は心もたないというかなんか落ち着かないんですけどもちゃんとですねサイドにこのポケットがあることで安心感も担保しているというところこのあたりも好印象ですねでサイズ感はちょっとゆったりめで今っぽさが にににに感じられるるよよううななななななアイイテムっってててててんですね、まあ、色色関しししは色落ちしてないような綺麗なインディゴブルーになってましてこの辺りもなんか大人が着ても上品にまとまりやすいようなそんなイメージかなと思います。なんか本当に今までの無印らしくなくてちょっとですね、びっくりしたアイテムなんですがこれは大人の男性にですね、まあ大いにお勧めできるようなアイテムなんじゃないのかなと思っています。で、素材なんですけどもここもですね、やっぱり無印らしさというところが、まあ、存分に溢れてるポイントかなと思うんです ですが木の実から作ったカポックコンデニムシャツジャケットということでまずカポックっていうものがそんなにですね聞いたことがない方多いかなと思うんですね僕も正直あんまりよく知らなかったんですがカポックという木の実があるんですねそこから取れた繊維でこちらのアウター作られてるんですねそちらとオーガニックコットンのコンなんですがこのカポックを使った繊維というのが非常に軽いんですね面のおよそ8分の1の軽さと呼ばれていましてまあ実際に着てみると確かにですねずっしりと 重みがなくて。 軽い仕立てになってるのがすごく好印象かなと思います。そしてこのカポックの木というものがですね、農薬をほとんど使わずに少ない肥料だとか水とかで育つので、割とですね、環境に負荷が少ないですね、そんな植物と言われているんですね。まあそういった点で見ても無重良品らしいですね、環境を配慮したようなそんなアイテム作りになっているというところもなかなかですね、好印象かなと思います。まあただですね、いかに環境に配慮していると言っても、デザイン的にあまりですね、好みじゃなかったら なかなかですね、買いづらいなというのが、まあ正直な本音なんですけども、その点ですね、今回デザインで僕は見て選んだんですね。まずはパッと見デザインですごくいいな、トレンド感があって、サイズ感も抜群に、なおかつ価格も5000円前後ということで、かなりリーズナブルなんですね。それでいて環境に配慮した商品だというところで、まあかなりですね、優位性が高いアイテムかなと思います。まあこういった背景のストーリーも含めて、しっかりと作り込んでいる無印良品が、デザイン性も 今っぽくなるとかなりですね、強いんじゃないのかなと感じたのがこのアウターだと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。で、無重修品のこのアイテムとバッティングしてくるのがユニクロのこちらのですね、アウターだと思うんですね。これまたですね、先日ご紹介してめちゃくちゃ良いアウターで僕自身も気に入ってるんですが、こちらと比較すると どっちもいいんですよ。こちらのユニクロのものに関しては、よりトレンド感が強いようなラグラン袖になっていて、色が落ちているので、これはこれでちょっとビンテージ感があって好きなんですね。色落ちの雰囲気だとか、ビンテージ感もすごくよく作り込まれているので、個人的にはこちらも大好きなんですが、生地の厚みですね。こっちの方がよりシャツっぽくて、もう少し先の季節ですね。春から初夏ぐらいまで使えるような、それぐらいの厚みなのですが、今僕が着ている無印の方が、よりアウター ぽい感じですね。3月のちょっとまだ肌寒いかなという時期から着れてまあ、初夏まではいけないかなという感じなんですが割とアウター感覚で秋なんかにも使えるようなアイテムになっているのでそのあたりの厚みですねここには大きな違いがあるかなと思いますよりトレンド感のあるような着こなしをしたい場合はこちらがいいかなと思いますしもう少しベーシックで使いやすさというところも意識したかったら結構無印良品のこちらのアウターがいいかなと思うのでまあこのあたりに違いがありますよというところはぜひ、まあ、皆さん頭の片隅に置いておいていただけ いきたいなと思いますまあ、いずれにしてもどちらも価格帯も抑えめでトレンド感もたっぷりのアウターなのでなかなかこの価格帯では敵がいないようなアイテムかなと思うのでチェックをしていただきたいなと思います続いてこちらのアウターをどのようにコーディネートに落とし込むのかこのあたりもですね皆さんに解説をしていきたいなと思っています はい、続いてですね、具体的な着こなしを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずはですね、こちらのアウターを見た瞬間から、まあ、こんな着こなししたいなっていう形で思い浮かべたのが、まさに今回の着こなしなんですね。こちらのデニムのシャツアウターの内側には、 ちょっと今季ですね、いろんなお店とかでも見る機会が多くなってきている、ボーダーのカットソーですね。まあ、いわゆるこう、セント・ジェームスだとか、オーチバルだとか、まあ、このあたりの伝統的なブランドがやってるような、ボーダーのカットソー、こういったものを内側に着て、その上にですね、デニムのシャツアウターを着る。これがですね、すごくハマりがいいなと、個人的には思っています。そして、ボトムスに関しては、ブラックで引き締めるということで、まあ、上半身はカジュアルなんだけども、ボトムスは、 ちょっとスラックス調のアイテムでしっかりと引き締めて綺麗さを出してあげると。で、足元に関しては白レザースニーカーとかでも合うんですが、なんかこのようなちょっとトレンド感漂うシャツアウターには、やっぱりニューバランスのシューズがすごく相性がいいかなと思ったんですね。ですので、ニューバランスの一番王道的なグレーですね。このスニーカーを履いてみたんですが、 この着こなしはおそらくですね、かなり多くの大人の男性に似合いやすいかなと思います。僕の場合はどちらかというと痩せ型なんですが、割とぽっちゃり体型の方でもこのようなスタイリングってかなり似合いやすいかなと思います。まあ結構ぽっちゃり体型の方ってボーダーを着るのをですね、嫌がる方も多いんですが、上に1枚羽織ってあげることでちゃんと引き締まりますし、割とですね、ぽっちゃり体型のキャラクターとボーダーの少しゆるさのあるような雰囲気っていうのは相性がいいんですよね。なので 食わず嫌いをせずにですねぜひですねこういったシャツアウターとボーダーの着こなし様々な体型の方にですね試していただきたいなと思うのでぜひこちらも参考にしていただきたいなと思っていますはい続いて2つ目の着こなしなんですがこれまた間違いのない鉄板コーデかなと思うんですがいかがでしょうかまず変えてあげたのは内側ですね先ほどはボーダー柄のカットソーを着ていたわけなんですが今度中見ていただきたいんですけども シャツに変えました。シャツなんですが、襟型はバンドカラーになっていて、襟元スッキリの雰囲気になっています。で、柄なんですけども、先ほどはボーダーだったものを縦長のストライプにしたんですね。まあ、これだけでもだいぶ小綺麗な印象になるかなと思います。先ほどぽっちゃり体型の方も、ボーダー着ても上にこういったものを羽織れば大丈夫ですよという形でお伝えしましたが、とは言ってもやっぱり気になるんだよね。少しでもスタイルはよく見せたいんだよねという方は、横のラインではなくて、 縦のののララライインンが強調されるるようなこうななこいいいったスストライプのシャツを着てあげととバランスは取りやすいのかなと思いますか思まあ、個人的にはどちらも好きなんですけども、ぜひ皆さん、シャツのようなーでストライプ柄にするのか、もしくはボーダーのカットソーでカジュアルにするのか、このあたりは好みで使い分けていただきたいなと思っています。で、ボトムスなんですが、先ほどはブラック系のスラッチタイプのものを履いてきましたが、今度は一気に貼るらしいですね。ホワイトのパンツを履いてみました。まあ こういったインディゴブルーとホワイトという色のですね、相性がもう抜群にいいんですね。僕自身大好きな配色なので、まあ、このような形で合わせてみました。まあ、先ほどのブラックのパンツでももちろん成立するんですね。なので白パンちょっと苦手だなという方は、ブラックのパンツで代用していただくのもいいかなと思いますし、ちょっと春らしさだとかトレンド感出したいなという方は、ぜひ白パンと合わせていただきたいなと思います。まあ、ちなみに足元は先ほどと変わらずですね、ニューバランスを スニーカーを履いてみましたまあ、このあたりはお手持ちのものでいいと思うんですねただ白のレザースニーカーに白パンっていうのはなかなか難易度が高いのでまあ、ブラック系のスニーカーかもしくはグレー系のニューバランスだとかまあ、そのあたりを合わせていただければ間違いがないかなと思いますまあ、この2つのパターンのコーディネートができれば結構バリエーションとしてはいろいろ組めるかなと思いますこちらのコーディネートのパンツをブラックにしたいだとか先ほどのボーダーのカットソーの組み合わせの パンツをブラックじゃなくてホワイトにするだとか、そのような形で横展開すると様々なコーディネートが組めるので、なかなか最強のアウター感があるかなと思います。もう改めて無印良品さんに謝らなくちゃいけないなと思うんですね。これまでちょっと先入観でトレンド感の漂う服があんまり多くないんじゃないのかなという印象だったんですが、結構最近はちょこちょことそういったものも増えてきてるので、これからもチェックをしていきたいなというふうに思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回はですね、ほんと久々ですね、どれぐらいぶりなんだろうと思うぐらいですね、久々の登場の無印良品のデニムシャツジャケットですね、こちらを全力で解説をさせていただきました。まあ、パッと見でもなんか無印らしいなと思うようなアイテムではないと思うんですね。これまでにはないようなトレンド感がありつつ、やはりですね、まあ、素材使いというところにはこだわっていて、より環境を配慮したようなアイテムになっていまして、そのあたりは無印の 世界観というのを存分に感じ合うようなアイテムでありながらも今の着こなしにバチッとハマって大人世代にもですね欠かせない一枚になるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんも春アウターの一枚の候補として検討していただきたいなと思っていますなかなかこれぐらいのアウターが5000円前後で買えるということは珍しいかなと思うんですねその上で環境配慮していてトレンド感があって大人の男性にも似合いやすいというところでは かなりこれは敵がいないぐらいに完成度が高いかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもお近くの無印良品でチェックをしていただきたいなと思っています。僕もこれからですね、ちょっと気を抜かずに無印良品に張り付いてですね、何か良いものはないかなというのをですね、腰淡々と狙い続けていきたいなというふうに思っています。また良いものがあったら皆さんにね、全力で解説をしていきたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、わかりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ普段の このあたりがですね、出てくることが多いんですけども、まあもう少し一歩踏み込んだような中級者向けの内容ですね。このあたりは、例えば、セレクトショップのオリジナルですとか、ドメスティックブランドとか、何々専門ブランドとか、ちょっとツーなアイテムとかに関してはですね、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。まあ、週に4本のオリジナルの動画を出していまして、そのうち1本はですね、 ライブ配信を行っています、まあ、主に土日になっているんですけども皆さんのご質問に直接お答えするような形で楽しく運営してますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見てられないという方もいらっしゃると思うんですね、まあ、そんな方のためにオンラインサロンっていうのもやってるんですねこちらは動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムを紹介したいですとかこんなコーディネートがおすすめですよっていうのをですねどんどん配信をしています まあそちらはですね、大体1分ぐらいで記事読めるような感じなので、気軽にサクサクとチェックできるかなと思うんですね。まあ、僕の方でも1日2回ですね、記事をアップしていますし、また僕以外のスタイリストの人もですね、記事を書いてくれていますし、あとはこれ意外だと思うんですが、参加者の皆さんも記事を書くことができるんですね。最近これ買いましたとか、こんなもの探してるんですけど皆さんどうですかっていう形で、結構会員さん同士のコミュニティとしても機能しているので、まあ、こちらも気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと思います。 思っています以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。